ようございます。安心という言葉を広辞苑で調べてみると、心配不安がなくて心が安らぐこと、また安らかなことという意味が書かれています。それなら安心だ、まだ安心できない、親を安心させる、ご安心くださいという要領が示されています。これらは日常でもよく使う言葉です。安心という言葉はどれも良い意味で使われています。また安心だというように言葉にするだけでも心が落ち着く気がするものです。また安心を安心と読む場合もあります。安心を広辞苑で調べてみると、仏教語として信仰により心を一ところに留めて不動であることや、阿弥陀仏の救いを信じて一心に極楽往生を願う心、宗派の教法の根本願目という意味が示されています。信仰によって得られる心の状態であります。安心欠乗という言葉もあって、これはひたすら信じて疑わないこと、信念を得て心を動かさないことであります。安心留明というのは、心を安らかにして身を天に任せ、どんな場合にも動じないことであります。この留明、立明とこう書きます。この留明は儒教より出た語であると解説されています。岩波書店の仏教辞典で安心を調べると、一般に心が落ち着け心配のないことを言い、中国古典では漢詩、心術下などに要領が見える。特に仏教では信仰や実践により到達する心の安らぎ、あるいは不動の境地を意味する。正道門では自己への精神集中、肝心士官によってその境地を目指すが、浄土門では阿弥陀仏への帰依が前提となると書かれています。そしてなお、安心立命あるいは留明は、儒教で説かれる天が己に付与したものを全うするという意味の立命孟子という語を安心と結びつけたもので、心身を天命に任せて心の乱れないことを言い、禅宗でも使われるという解説がございます。主に浄土の教えで説かれることが多いのですが、禅宗でも安心ということを説いています。先日青山老師と対談をさせていただいて、第一禅師の下寿が話題になりました。第一禅師が仏浄土と題する詩で、可三義に満ちて道初めて浄土と説かれています。それを永平寺の畑恵玉禅師や余語水岩老師は、これは可三義に満ちて道初めより浄土と読まれたというのです。仏道は初めから成じているという意味なのです。沢木行動老師は、凡夫が修行してぼつぼつ仏になるのではない、初めから仏だ、ただそれに気づかずに迷っているのを凡夫というと仰せになったのと同じことを言っています。みんな生まれながらに仏なのでありますが、そのことに気がつかずに目に見える姿形や、あるいは能力などによって差別し区別してしまいます。先日作家の神渡良平先生と神渡先生が新著命を拝むで取り上げられた NPO 法人支援センター安心の樋口夫婦とそのご家族の皆さんがお越しくださいました。命を拝むは以前にも紹介したことがあります。神渡先生が NPO 法人支援センター安心の樋口夫妻の物語を長年取材して書かれたものです。樋口さんご夫婦は3人の娘に恵まれたのでしたが、その3番目の娘さんが知的障害を発症してしまったのです。保育園に入る年齢になっても受け入れてくれるところが見つからなかったそうなのです。ようやく入った保育園でも一月もしないうちに
この子の面倒は見られませんと断られてしまったのでした。母親の春代さんはこの先三女はどうなるのだろうと不安がいっぱいになったのでした。春代さんは私とこの子がいなければ後のみんなが幸せになれる、二人で信濃川に飛び込みたいとまで思い詰めたそうなのです。そこから幾多の苦難を経て樋口さんご夫婦は NPO 法人を立ち上げたのでした。安心の理念は障害者に全ての人が持つ通常の生活を送る権利を可能な限り保障することを基本理念にして障害者のあらゆる行動を支援しますというものです。トイレットペーパーの生産を事業の柱にして百数十名の職員が働いているのであります。樋口夫婦はじめご家族の皆様にお越しいただいて1時間ほど楽しく話をさせていただきました。話をしたといってももっぱら樋口さんの奥様がお話しくださってそれを拝聴させてもらっていたのでした。樋口春代さんはかつて信濃川に身投げしようとまで思った方なのですが、今はとても明るく快活なのでした。ご主人は物静かな方でありました。二人の娘さんにもお越しいただきました。明るいご家族なのでありました。命を拝むにはこんな話が書かれています。これは樋口さんの長女かな子さんの話であります。かな子さんは母親の大変さを見ていて自分は何をしたらいいか真剣に考え、大学では社会福祉科を専攻し社会福祉の世界的先進国スウェーデンにも視察に行き、国内では先進的モデルとなっている中野市に研修に行き福祉現場の実際を学んだのだそうです。そんな中同じダウン症の子でもお世話するのがとても難しいこと、みんなに可愛がられる子がいると気がつきます。その子の性格によって愛されること、疎まれる子があるのかなと思ったのですが、違ったのでした。あるダウン症の子のお母さんが、その子に頬をすり寄せて、君が可愛くてたまらないわ。君がいるから私はとっても幸せなのと言っています。その子は気色満面でした。それは見ていても惚れ惚れする光景でした。その一方で別のダウン症の子は、対応がとても難しかったのですが、この子は母親から表に出せなくて恥ずかしいと思われていたというのです。そこでかな子さんは障害が重いとか軽いとかに関係なく、親から可愛がられているか疎まれているかによって性格が形成されるのではと思いましたというのであります。みんな仏の子であると説くことは容易でありますが、本当にそのように受け止めていくことが大事なのであります。樋口さんは会話している間にも何度も何度もありがたいありがたいという言葉を繰り返されていました。こちらも明るく元気な皆さんから大きな力をいただきました。 NPO 法人安心の名前の由来は、樋口さんが大切な我が子を安心して預けられる施設という意味を込めているのです。平成14年にこの NPO 法人支援センター安心ができて今年で20年、そして神渡先生の本もできて記念すべき年なのです。安心の皆さんにお目にかかり大きな安心をいただいた思いです。ありがたいご縁であります。それでは姿勢と呼吸を本日も整えましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられているということを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながらぎゅーっと肩を持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。
最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じます。すると鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。